さあ来い、ドラシエルかもしくはギガントガイア、来い来い。さあなんだ、あれメカか。どうシールはどう、シールシール見せて、シールどこに入ってるんだ。横に入ってるやつ、そうそう、それ引っ張って。何お、これなんて書いてる。お、なにこれ。おおほほ、すげえ。なんですか。レア出た。え、開催 YouTube。 どうも皆さんこんばんは、レクさんです。マミさんです。はい、マミさん、はい、早速ね、ベイブレードの動画ですね、楽しみですね、はい、で、今回はこちら、うん、まずね、ランダムブースター3箱、はい、3箱買ってきました。で、あとこちらですね、アッシド・アンヌビス YO、 はい、こちらの方をね、買ってきました、うん、じゃあね、まず最初にどれから開けましょうか、マミさん。やっぱりランダムブースターかな。はいはい、はい、じゃあね、こちらのね、ランダムブースターから開けていきたいと思います。はい、じゃあね、マミさん、はい、早速開けていきましょう。しょ、よろしくお願いします。じゃあね、早速一箱目から開けてみましょう、ね。まあ、とりあえず開けて、ね、ステッカーをね、見ればね、はい、何なのかが分かるんですよ ね。さあ来い、ドラシエルかもしくはギガントガイア、来い来い。さあ、なんだ、あれメカか。どうシールはどう、シール、シール見せて。シールどこに入ってるんだ。横に入ってるやつ、そうそう、それ引っ張ってた。何お、これなんて書いてる。お、なにこれ。おおほほ、すげえ。なんですか。レア出た。え、ほら、ギガントガイア出たよ。え、ギガントガイア、すげえ。これ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 、え、これ、うん、イエーイ、すごい。おお、じゃあね、次に2箱目開けましょう。すげえ、すげえ。じゃあ開けますよ。はい、お願いします。続いて出て欲しいよね。続いてね、ドラシエルも欲しいですね、うん、ようやくギガントガイア出たね。出た出た。で、次もね、次なんだろう、はい、見せて、次、はい、どうぞ。あれ、このシール、ノバネプチューンじゃないの。あ、でも新しいやつだよ。お、ノバネプチューン QN ですね、これ、うん、はい、新しいノバネプチューンだ。やったー、やったね。まあね、同じノバネプチューンだけど違うノバネプチューンなのでいいですね、うん、やりましたね、はい、じゃあね、最後の1箱開けてください。かぶりなしだからね、今。こちらですね、マミさん、はい、こっち、ドラシエル出てこーい。あ、落ちた。なんだ、見せて。お、なに、なに、おー、マミさんが欲しがっていたゼノ X カリバー。おー、今回ものすごい当たりじゃん、マミさんね、うん、はい、じゃあね、まずね、こちら、新しいやつですね、アッシド・アンヌビスですね、レイヤーです。なんかね、これちょっとね、エジプト系、なんかピラミッドとかにいそうな感じのカラーリングですね。これかっこいいですね、うん、はい、で、これについてくるディスクがこちらになります。はい、ディスクがこちら、エールです。星型のね、ディスクですね。これかっこいいですね、うん、あ、かっこいいわ、これ星型のディスクです。これ結構軽いな。はい。はい、じゃあね、次ね、ドライバーの方見てみたいと思います。はい、ドライバーの方はね、もう定番ですね。オービットになってまーす。はい、じゃあちょっとね、合体させてみましょう。はい、合体させてるんですけど、あ、これ柔らかい。柔らかい。うん、これロックちょっと甘いね。これ多分すぐバーストするんちゃうか。はい、はい、じゃあね、まずね、ランダムブースター、こちら、ノバネプチューンから。はい。はい、こちらはね、あの、白いノバネプチューンのね、色違いですね。ね。はい。この紫色のバージョンのやつかっこいいね、これ。うん。これ、このノバネプチューンだったらあと1個欲しいな。うん。はい。じゃあ次ね、ディスク見てみたいと思います。はい。はい、ディスクはこちらですね。クォーターの方ですね。ね。はい。次ドライバー見てみたいと思います。はい。次ドライバーはこちら、ニードルです。このね、ドライバーはね、パパたち持ってないですね、マメさん。はい、はい、これもね、なんか強そうですね。はい、でね、これね、早速じゃあね、つけていきたいと思いま す、 まーす。さあ、どうだろうか、どうだろうか。さあ、どうだ、どう、あ、あ、結構硬いよ、これ。硬い、あ、硬いね、これ強い、硬いから多分ね、これバーストしにくいと思う。はい、これね、合体させたところですね。ね、あ、めっちゃ硬い。これね、強いと思いますよ、マメさん。はい、はい、これね、マメさんがね、欲しがっていたゼノ X カリバーでございます。これかっこいいね、マメさん。はい、じゃあ次こいつのね、ディスクを見てみたいと思います。はい、こちらでディスクは、ダウンです。ダウン、はい、
これね、ちょっとね、変な形ですね。でも結構ね、重量はあるので強いのかな。次ね、ドライバーの方見たいと思います。はい、こちらもドライバーがオービットです、はい、もう定番ですね、オービット。はい、じゃあこれちょっと合体させてみたいと思います。これ強いのかな、マヨさん。うん、どうなんだろう。どうなんだろう。よいしょ。あ、硬い。あ、硬い。あ、ゼノエクスカリバーもね、これ硬いですね、ロック。多分ね、これも強いと思うよ、こいつ絶対強そう。硬っ。はい、でこちらね、マメさんがね、一発だったやつですね。最初の一箱目で出した、ギガントガイア、レアの方ですね。はい、これかっこいいね、マメさん。ギガントガイア、はい、はい、レイヤーこんな感じです。なんかね、強そうね。はい、次ディスク見てみたいと思います。はい、ギガントガイアのディスクはクォーターですね。はい、じゃあ次ドライバーです。はい、こちらがギガントガイアの、ドライバーです。フュージョンですね、こちらのね、ドライバーもレクさんたちは初めて手に入りました。はい、じゃあ今度ギガントガイアのロックはどうだ。あ、硬っ。ギガントガイアも硬いね。多分こいつも強いよ、やっぱりレアだけあって。はい、じゃあね、早速ベイブレード対決いきましょう。はい、じゃあね、マミさん、ね、早速、ね、戦っていきます。パパはこちら、アシドアンビヌス。マミさんはローネプチューンです。はい、じゃあね、マミさん早速対決していきましょう。はい、ではね、マミさんいきますよ。3、2、1、ゴー。さあどうだ。はい、じゃあね、パパはレクさんはこちら、ギガントガイア。マミさんはこちらです、ゼノエクスカリバーです。はい、じゃあこれの対決していきたいと思います。はい、じゃあいきますよ。3、2、1、ゴー。おー、爆発した。はい、じゃあね、今度パパがゼノエクスカリバー。マミさんはギガントガイアです。はい、では早速いきましょう。3、2、1、ゴー。2人ともバーストしましたね。はい、マメさん、はい、こちらのね、ギガントガイアがまさかね、2箱目でね、当たるとはね、うん、思わなかったね、うん、すごいですよ、これ本当に。こちらのね、はい、あのランダムブースター、はい、結構面白いので、今度はドラシエルと、白いゼノエクスカリバー、はい、で、あとはアンロックユニコーンの青い方かの、今度ね、あの当てたいので、はい、またランダムブースター ね、買いましょう。そう、もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。次回のレクさんテレビでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。やっぱりさ、パパね、このゼノエクスカリバーが欲しいわ、これ。やだ。